ジョバンニの切符、その3。どうして僕はこんなに悲しいのだろう。僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。あそこの岸のずーっと向こうに、まるで煙のような小さな青い火が見える。あれは本当に静かで冷たい。 僕はあれをよく見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルダだってあんな女の子と面白そうに話しているし僕は本当に。 つらいなあジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでしたその時汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を 下流に下るにしたがってだんだん高くなっていくのでしたそしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ましたその葉はぐるぐるにちじれ葉の下にはもう美しい緑色の大きな頬が赤い毛をはいて真珠のような実もちらっと見えたのでしたそれはだんだん 数を増してきて、きもう今は列のように崖と線路との間に並び思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ました時は美しい空の野原の地平線の果てまでその大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられてさやさや風に揺らぎその立派な 縮れた葉の先からはまるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように梅雨がいっぱいについて赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでしたカンパネルラがあれトウモロコシだねとジョバンニに言いましたけれどもジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたからただ ぶっきり棒に野原を見たまま「そうだろう?」と答えましたその時汽車はだんだん静かになっていくつかのシグナルと点鉄機の明かりをすすぎ小さな停車場に止まりましたその正面の青白い時計はかっきり第二次を示しその振り子は風もなくなり 汽車も動かず静かな静かな野原の中にカチッカチッと正しく時を刻んでいくのでしたそして全くその振り子の音の絶え間を遠くの遠くの野原の果てからかすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした「新世界交響楽だわ」。 姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。まったくもう車の中ではあの黒服の竹高い青年もれもみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれども カンパネルラなんんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもの僕は本当につらい序盤にはまた両手で顔を半分隠すようにして向こうの窓の外を見つめていました透き通ったガラスのような笛が鳴って汽車は静かに動き出し カンパネルラもさびしそうに星めぐりの口笛を吹きましたえー、ええー、えもうこの辺りはひどい高原ですから後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたというふうではきはき話している声がしましたトウモロコシだって棒で2尺も穴を開けておいて そこへまかないと生えないんです。そうですか。川まではよほどありましょうかね。えー、ええー、川までは二千弱から六千弱あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。ジョバンニは思わずそう思いました。カンパネルラはまだ寂しそうに。 一人口笛を吹き女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧きその真っ黒な野原の中を一人のインディアンが 白い鳥の羽を頭につけたくさんの石を腕と胸に飾り小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでした「あらインディアンですよインディアンですよごらんなさい」黒服の青年も目を覚ましましたジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました「走ってくるわあら走ってくるわ」 追いかけているんでしょう。いいえ汽車を追ってるんじゃないんですよ漁をするか踊るかしてるんですよ青年は今どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いました全くインディアンは半分は踊っているようでした第一かけるにしても足の踏みようがもっと経済も取れ 本気にもなれそうでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになりインディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きましたそこから1羽の鶴がふらふらと落ちてきてまた走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みましたインディアンはうれしそうに立って笑いました そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり電信柱の外しがキラッキラッと続いて2つばかり光ってまたトウモロコシの林になってしまいましたこっち側の窓を見ますと汽車は本当に高い高い崖の上を走っていてその谷の底には 川がやっぱり幅広く明るく流れていたのですえーもうこの辺りから下りです何せ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから容易じゃありませんこの傾斜があるもんですから汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです空もだんだん速くなったでしょう さっきの老人らししいい声が言いました。どん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 汽車は降りていきました崖の端に鉄道がかかるときは川が明るく下にのぞけたのです序盤にはだんだん心持ちが明るくなってきました汽車が小さな小屋の前を通ってその前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは 思わずほうと叫びました。どん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 汽車は走っていきました部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていましたジョバンニは思わずカンパネルラと笑いましたもうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく時々 チラチラ光って流れているのでした薄赤い瓦なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とつるはしを描いた旗が立っていました。あれ何の旗だろうねジョバンニがやっと物を言いました。 さあ、わからないね地図にもないんだもの鉄の船が置いてあるねああ橋を架けるとこじゃないんでしょうか女の子が言いましたあああれ公平の旗だね佳境演習をしてるんだけれど兵隊の形が見えないねその時向こう西近くの 少し下流の方で見えない天の川の水がギラッと光って柱のように高く跳ね上がり「どう?」と激しい音がしました「葉っぱだよ葉っぱだよ」カンパネルラは小躍りしましたその柱のようになった水は見えなくなり大きなサケやマスがキラッキラッと白く腹を光らせて 空中に放り出されて丸い輪を描いてまた水に落ちました序盤にはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました空の公平大体だどうだマスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね僕こんな愉快な旅はしたことないいいねあのマスなら近くで見たら これくらいあるね。たくさん魚いるんだなこの水の中に小さなお魚もいるんでしょうか女の子が話につりこまれて言いましたいるんでしょう大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょうけれど遠くだから今小さいの見えなかったねジョバンニはもうすっかり機嫌が直って 面白そうにわらっておんなのこにこたえました「あれきっとふたごのおほしさまのおみやだよ」男の子がいきなりまどのそとをさしてさけびましたみぎてのひくいおかのうえにちいさなすいしょうででもこさえたようなふたつのおみやがならんでたっていました「ふたごのおほしさまのおみやってなんだい?」 私前に何遍もお母さんから聞いたわちゃんと小さな水晶のお宮で2つ並んでいるからきっとそうだわ話してごらん双子のお星様が何したっての僕も知ってない双子のお星様が野原へ遊びに出てカラスと喧嘩したんだろうそうじゃないわよあのね天の川の岸にね お母さんお話なすったわそれからほうき星がギーギーフーギーギーフーって言ってきたね嫌だわターちゃんそうじゃないわよそれは別の方だわするとあそこに今笛を吹いているんだろうか今海へ行ってら行けないわよもう海から上がっていらっしゃったのよそうそう 僕知ってら僕お話ししよう。